デニス・ブーシェは、カナダ連邦ケベック州モントリオール出身の、元プロ野球選手。左投げ右打ち。なお、ブーシェはフランス語読みであり、英語では、ブーシャー。1987年にアマチュアフリーエージェントで、トロントブルージェイズとマイナー契約を結び、プロ入り。1991年4月12日の、ミルウォーキーブルワーズ戦で、メジャーデビューを果たした。 1991年シーズン途中にクリーブランド・インディアンスへ移籍する。1992年に退団した。1993年はモントリオール・エクスポズでプレーした。1994年5月21日の登板を最後にメジャーでの登板はなく、1996年までマイナーでプレーし、退団した。1997年は独立リーグのアディロン・ダック。 ランバー・ジャックスでプレーした。その後、引退した。2004年には、アテネオリンピックの野球競技で、カナダ代表の投手コーチを務めた。2006年には、同年から開催された、ワールドベースボールクラシックのカナダ代表の投手コーチを務めた。2008年には、北京オリンピックの野球カナダ代表の投手コーチを務めた。2009年には、 第2回 WBC のカナダ代表の投手コーチを2大会連続で務めた。2012年9月11日に第3回 WBC 予選のカナダ代表が発表され投手コーチを務めることとなり3大会連続で投手コーチを務めた。2013年1月17日に第3回 WBC 本選のカナダ代表が発表され投手コーチを務めることとなった。 3月9日のゲーム4のメキシコ戦では WBC 史上初の乱闘が起こった。この時起こったメキシコファンからブーシェにペットボトルが投げつけられるハプニングがあった。2015年7月に2015年パンアメリカン競技大会の男子野球カナダ代表コーチを務めた。11月には第1回 WBSC プレミア12のカナダ代表コーチを務めた。 2016年12月23日に第4回 WBC のカナダ代表コーチを務めることが発表された。カナダ人でカナダのオンタリオ州トロントに本拠地を置くトロントブルージェイズ、かつてカナダのケベック州モントリオールに本拠地を置いていたモントリオールエクスポズに在籍していた経験を持つ選手のうちの一人、ブーシェの他にはショーンヒル、ロブデューシー、 マットステアーズがいる。ありがとうございます。